続きまして今シーズン限りで現役を引退いたします3人の選手より皆様にご挨拶申し上げます。それでは皆様拍手でお迎えください。森山誠選手、梅津智弘選手、西村航選手入場です。森山誠選手、2005年大学社会人ドラフト40名指名を受けてオリックスバファローズに入団。2013年より楽天イーグルスでプレーいたしました。俊足を生かした守備と走塁は幾度となくチームを救ってくれました。梅津智弘選手、山形県上山市出身。2004年ドラフト60名指名を受けて広島東洋カープに入団。2015年楽天イーグルスでプレー、セットアッパーとして活躍し、トライアウトを経て地元東北の楽天イーグルスでプレーいたしました。西村航選手、2005年大学社会人ドラフト50名指名を受けて楽天イーグルスに入団。楽天イーグルスの生え抜き選手で、その守備力の高さでチームのピンチを何度も救ってくれました。ではまずはじめに西村選手よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。まず僕みたいな選手にこのような機会をいただき、球団関係者の方々に感謝します。今シーズン限りで現役を終えますが、たくさんの方々に支えられ、10年間イーグルスでプレーすることができました。今は感謝の気持ちでいっぱいです。今後はイーグルスのジュニアコーチとして第二の人生頑張っていきたいと思います。10年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして梅津選手よりご挨拶を頂戴いたします。今年から1年間、楽天でお世話になって、1年しかやってないのに、こういう場を設けていただきました。球団関係者の方々本当にありがとうございます。10年間広島東洋カープでやりまして、今年ですね、楽天に拾ってもらいまして、野球では何も貢献できずに、終わってしまいましたが、来年からは、一軍サブマネージャーということで、チームに少しでも貢献できるように、頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に森山選手お願いいたします。本日は雨の中、僕たち3人のためにお集まりいただいてありがとうございます。僕はイーグルスで3年間でしたが、最初の年に日本一、そして後の2年は最下位ということで、なかなか経験できないことをさせていただいたと思います。これからは2軍の外野守備走塁コーチをやることになりました。少しでも多く1軍に送り込めるように頑張っていきたいと思います。3年間ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして花束の贈呈です。プレゼンターは島本博選手、青山浩二選手、肘沢亮選手です。ではマウンド前までお越しください。ではどうぞお渡しください。
ありがとうございました。ではプレゼンターの皆さんはお戻りください。では最後に3人のご家族よりそれぞれ花束が贈られます。どうぞお進みください。改めて3人のご家族より花束が贈られます。どうぞお渡しください。では記念撮影に移らせていただきます。ありがとうございました。今一度温かい拍手をお願いいたします。では森山選手のお子さんが号泣してましたけども、分かってるんですね。ものすごく泣いてました。ものすごく泣いてました。ではせっかくですから、はい、3選手にいろいろとお話を伺っていきましょうか。そうですね。じゃあ号泣していたものすごい子供泣いてましたけど、なんか虐待してたんですか？違うよ。僕の分を泣いてもらいました。あ、自分のお父さんの分を、お父さんが涙をこらえてるからその分泣いてもらった。その分お子さんが泣いてたということですね。素敵なコメントありがとうございますあと言っときますけど、3人のためにこのお客さん全員来たわけじゃありませんのでさっき言ってましたけど、ね、そこだけ間違わないようにお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、楽天の思い出ちょっと聞いておきましょうか。そうですね、イーグルスの思い出。そうですね、やっぱり、戦力外になってすぐ拾ってもらって、はい、すぐに日本一になれたっていうのは本当にいい思い出になりました。そうですね、来季から観覧車ができるみたいですけど、はい、それに関しては何かありますかそうですね、まあ、僕は一軍でやることはないんで、はい、休みの日観覧車乗って試合見ようかな休みの日観覧車乗って試合見るんですか、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ家族でね、家族でね、号泣したお子さんと一緒に見てください、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しみですね、この森山さんみたいな選手を育ててくれると。そうですね、非常に楽しみです。そうです、期待しましょう、はいはい、さあ雨が本降りになってきましたけれども進みたいと思いますけどもね、楽天イーグルスの思い出ありますか？そうですね、自分のユニフォームでは一軍で1試合投げたんですけど、はいはい、レイのユニフォームを借りて投げたことですからねレイのユニフォームで投げたんですか？はい、自分のこのユニフォームでは投げれなかったです、はい、それなんでですか？ユニフォームが間に合わなくて。間に合わなかったんですか？はい、それも球団の問題ですね、それはね。 いや、いい球団です。いい球団残るから褒めますね、じゃあ素敵な思い出はできましたね。そうですね、はい、今日いい日だったんじゃないですか、はい、こうやってね、みんなに球団に残っていただいてこれから支えていただけるというのもありますし、はい、なんといっても山形出身なのでいろいろやっぱり東北人としてもチームを支えていただけると、ね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてどんどん雨が強くなってきてますが、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。楽天イーグルスの思い出、はい、お願いします。いや、日本一になった時に、はい、まあ、僕は怪我してたんですけど、うん、まあ、日本一のチームに所属していたことは、
本当誇りに思います。そうですね、はい、すごかったもんね、うん、あの日本一は ね泣きましたね、うん、今あのご家族の方来られてましたけれども、うん、どういうお話されましたか、ここでお話ですか、はい、なんて言われました。もう早く帰って遊びたいと。早く帰って遊びたい。うちの娘もそう言ってます、はい、みんなで早く帰りましょう、はい、みんなで早く帰りましょう、ダメでしょ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。もうあのジュニアコーチとして、そうですよね、また小さな、はい、あのリトルイーグルスをですね、はい、育てていただけるということで、まあでね、こちらも守備の名手ですから、うん、そりゃそうですよ、はい、これからもイーグルスよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では改めて皆さん、引退する3選手に大きな拍手をお願いいたします。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。